独立してから日本橋で修行に入って独立して50になるタイミングで、もう僕の親父が昭和39年に三越でニューデザイン商品店というのがあって、もう昭和市って着物に家紋を入れる職人なんですけど、色紙に家紋を書いてで額装してっていうのを発表したのが僕の親父で、何か作品を残したいなっていう思いがあって、でそこから江戸古紋の柄と家紋を合わせて、で家紋古紋っていう作品を考えて、なすびの古紋に富士山と鷹の紋を入れて、で一富士二鷹三なすびだったりとか、そういう作品を作り始めたのがまあきっかけですかね。最初は僕らが思ってたものってすごい狭い世界だったなと思うんですけど、今は本当にいろんな方からのご縁っていうので、僕たちが想像もしていなかったような世界にこうどん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 こう皆さんから連れて行ってもらえてるなっていうのがすごくあってですね。北斎は下絵をぶん回しを使って描いてたんですけど、僕は全ての曲線を円を合わせて作るっていうことをしてるんで、まあ、共通点は共通点であると思うんですけど、僕ら二人ともデザインの学校っていうのも出てないし、何かを学んだわけでもないんですね。でも唯一子供の時から見てたのが家紋だったんですよね。でやっぱり家紋自体がもうデザインで、しかもいろんなバリエーションがあって、で同じモチーフでも全然表現の仕方が違うっていうところがやっぱりすごいなっていう、本当に最初なんでこんな形生み出せるんだろうっていうようなところから、でもそれをずっと見続けてたことによって何かこう自分の中での一つのこうルールじゃないんですけど、なんかこう美の何かが自分の中にこう備わっていったのかなっていうのはすごいあって、でもともと文マシ使って文を書いてたので、どれくらいどこに中心点を置いてどれくらい広ければこの絵に当たるっていうのが感覚的に分かってたんですね。ある時にこの全ての全体像を見た時にちょっと曼荼羅みたいだなと思って、じゃあこれ作品になるなりそうだなっていうことで紋曼荼羅っていう名前をつけて作品にしてるんですけど、門とこう日常接点がどん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 減ってきちゃってるんですよね、だけどこれだけの美しい伝統的にもう完成されたものはそれぞれの家には最低1個はあるわけじゃないですか。でそれをなんとかこうこれからもつないでいきたいっていう思いはものすごくあって、この紋章返しの技術っていうものが何かにまた新しい価値として見出せることができたら、僕はそれがすごい嬉しいなと思って、こうだっていうふうに決めるのではなくって流れに任せてどういうふうにしたらこう楽しいことが生まれるかとか、こう家紋の可能性っていうのをどういうふうにしたら広げていけるのかっていうのを、この家に生まれたっていうのは必然だと思っているので、どんな形にしたら喜んでもらえるかなとか驚いてもらえるかなみたいなことを常に考えながら、これからは本当そうですね、楽しみに、はい、活動していきたいと思ってます。